アルーストック軍はアメリカ合衆国のメイン州にある軍。2010年の人口は7万1870人で、軍庁所在地はホールトンである。ミシシッピ側伊藤では最も大きな軍で、メイン州民の間では単に軍と呼ばれている。メイン州で最も北に位置しており、軍内最北の町であるエストコートステーションはニューイングランドのみならず、五大小伊のアメリカ本土でも、 最北の町となる。ジャガイモとフランス文化で知られ、カナダのニューブランズウィック州マダワスカ軍と接する最北部の住民は、ほとんどがフランスごとのバイリンガルである。風力発電が盛ん。2000年の国勢調査によると、軍の総面積は17,686.5平方キロで、うち17,279.2平方キロが陸地。 総面積の2.30%に当たる407.3平方キロが水域である。軍の面積はコネチカット州とロードアイランド州を合わせた大きさに匹敵する。メイン州では非法人領域と町との中間的存在としてプランテーションという独自の行政組織がある。軍の行政区画。赤い地域は マダワスカ軍の一部はイギリスとのアルーストック戦争で問題になった。1839年にペノブスコット軍とワシントン軍の各一部を統合して設立された。1843年にペノブスコット軍から土地を手に入れた。その翌年に再びペノブスコット軍から土地を得て、さらにピスカタキス軍との間で土地を交換した。 1889年にもペノブスコット軍から少し土地を得たが、1903年に返還して、現在に至る。過去ほどの大統領選挙ではいずれも民主党の候補が勝っているが、毎回接戦となる。民主党から6名、共和党から5名が、軍選出の衆上院議員となっている。2009年の住民投票では、同性結婚に反対が73%、 医療用に限りマリファナの使用を認めるのにも反対が54%を、軍選出の政治家は1990年代からアルーストック軍を州に昇格させることを提案しており、2005年には州議会にこの問題を持ち込んだ。2000年の国勢調査時点で、この軍には73,938人、3356世帯、2429家族が暮らしている。 人口密度は1平方キロあたり4人で、平方マイルに直すと11人となる。住居数は38,719件で、1平方キロあたりに2件が立っている計算になる。住民のうち白人が96.80%、アフリカ系が0.38%、ネイティブアメリカンが1.36%、アジア系が0.47%、 太平洋諸島系が0.03%、その他が0.17%、根血が0.80%、ヒスパニックが0.60%を占める。22.6%がフランス系、15.4%がアメリカ系、14.6%がイングランド系、14.3%がフランス系カナダ人、10.2%がアイルランド系である。 22.37%の住民が自宅でフランス語を使っている。2000年国勢調査のデータをもとに作成した群の人口ピラミッド3356世帯のうち28.4%は18歳以下の未成年と暮らしており、55.6%は夫婦で生活している。8.1%は未婚の女性が世帯主であり、32.7%は 家族以外の住人と同居している。27.6%が一人暮らしの世帯で13.1%を独居老人世帯が占める。1世帯あたりの平均構成人数は2.36人で、家庭のそれは2.86人である。住民のうち22.6%が18歳以下の未成年7.9%が18歳以上24歳以下。 26.3%が25歳以上44歳以下、26.2%が45歳以上64歳以下、17.0%が65歳以上となっており、平均年齢は41歳である。女性100人に対し男性が95.4人いる。一方、18歳以上の女性100人ごとに対しては92.7人いる。 一世帯あたりの平均収入は28,837ベイドルで、家族あたりでは36,044ベイドルである。男性の平均収入は29,747ベイドル、女性のそれは2 3三0 0ベイドルで、労働者でない人々も含めた、住民一人あたりの収入は15,033ベイドルとなる。総人口の14.3%、 家族の9.8%、18歳以下の未成年の16.2%、及び65歳以上の老人の16.0%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。ありがとうございます。